月亭はちみつの8チャンネル。本日は、関空の方にね、今向かっております。5月の8日勘の言い方はお気づきではないでしょうか、田村健二さんがロスへ飛び立つ日でございます。田村さんは現在、何も知らずに空港へ向かっているようで、サプライズというほどでもないですが、この方と一緒に来てます。どうぞ。こんにちは。こんにちは。伊勢です。結局いつものメンバーですが結構ね、なんかいろいろみんなこっそりと関空へ田村さんお見送りという感じよね。ですね。昨日もそのミニマムな少人数で、はい、最後日本ラストの晩ご飯みたいなやってたんですけど、はい、もう今日来れないテンダラの白川さんがもう後半ずっと泣いてたって、ね、もう彼女やもんな。それ見てまた周りが泣くという感じになってて。で、田村さんは今荷物をまとめて、はい、3時ぐらいに関空へ向かうという感じですよね。今がなんか2時前か、はい、だちょっと1時間ぐらい早く、関空の方でお待ちしたいと思います。サプライズな、はい、我々だけでなく、はい、かなりの方も来られるようですので、ねえ、結構いろいろ来るって聞いた、はい、この後また8チャンネルの方で見れると思います。では向かいましょう。バーベキューしたいな。田村さんも知らんしな、来ること。いやいや、そういうことじゃないじゃないですか。田村さん、バイトリアホテル出たという情報が来ました。と、はい、いうことは、あと4、50分、ね、40分やね、はい、で、スーパーレジェンドの方ももう関空に到着されました。そう、はい、スタンバイされてます。スーパーレジェンド、じゃあスーパーレジェンドが来る前に足立くんです。スーパーレジェンド前の足立くん、まず目を鳴らしてみて、じゃあいただきましょう。空港にコーヒーじゃないんですよ、ね、これ小構造さんが来ておられるみたいですね。あのですね、今日はね、もう田村さんが海外ということで、もう突撃取材しますよ、これ本当に今日やっちゃいますからね。田村さんのなんかないんですか、はい、あのですね、田村さんなんですけども、絶対言わないでください。実は自分の送別会なのに、自分で人めちゃくちゃ集めてたらしいんですよ。本当溢れてましたよ。任せてくださいって言ったら、まだちゃんも来ておりました。まだちゃんも来ております。あのですね、ないやろ、あのですね、ちょっとネタ合わせこの前にしてたんですけど、二人揉めた状態にここに来ました。喧嘩中だ今、はい、大丈夫か、喧嘩中で。あ、モジャーさん、あ、今どうもです。あ、はい、アキラさん、ありがとうございます。アンビシャスタカシといいます。え、すいません、どちら様でしょう。怖いです。タカシといいます。背が高い。190あります。背が高いです。190cm。 間もなく田村さんが到着する感じです。師匠に見てもらうぞ。顔隠してちょっと上げてみて。分かるか、田村さん。いや、分かれるじゃん。顔見えたら分かれる。顔隠してたら。サプライズ大物、まだ到着してませんが、もう間もなく、今おそらく車入ったので、はい、今からもう緊張レベル最大限上げます。サプライズの大物の方がまだ登場してないんですけど、今ラーメンと餃子食べてるんですよ。何してんねん。サプライズ何してんねん今。おはようございます。こんなとこですいません。師匠、おはようございます。寛平師匠がサプライズ。今日よかったね。ありがとうございます。よいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。師匠。あ、間もなく到着すると思います。間もなく到着。間もなくです。まだです。まだです。田村さんが来るか、師匠がラーメン餃子定食食べ終わるか、今瀬戸際やったんですよ。よかったです、師匠。ほとんど噛んでないから。
飲み込んだ感じやね。早せ早せ言われて。もうなく到着いたします。8時2。はい。はい。今これ何してるんですか。これ僕もよくわからないですけど。今から田村さんをお送りしますので、僕らは言うんで、はい、で僕らだけじゃないですって師匠この壁から、はい、出てきてください。後でな、あ後でです、はい、一緒に出てたらあかんな、はい、師匠スーパーサプライズです、はい、よろしくお願いします。盛り上げてみましょう。俺師匠盛り上げてみましょう。師匠盛り上げてみます上手やね。あ、師匠、あ、奥様お世話になってます。奥様社長って呼んだよ。社長、普通に関空利用されてる方、なんで関係者がここにおって。あ、来ました。来ました。とうとう。あ、田村さんだ。これ田村さんではないでしょうか。田村さんだ。来た。どうでしょう。結構神妙な顔してますよ。田村健二がゴロゴロをしております。結構神妙怒られへん。お疲れ様です。田村さんお疲れ様です。でさあ今からロスへ旅立つ田村さん、お疲れ様です。田村さん、我々だけじゃございません。出てきてください。出たほんまな、うん、ほんまな、好きなのよ。うちの目も来てくれて、一緒に。師匠わかんねえ、俺も。ほんまでも。まあ、それ電話しよう思ってたのに。そう、俺も電話しよう思ったんやけど、電話したらひょっとしたらバレたらいかん思って。はい、ほんで電話せえなんで、うん、気ぃつけていきや、はい、でもな、俺がアスマラソン行く時より多いで。俺の時より多いやん。そんなええことないぜお前、ね、ほんま芸人言うたらお前とやな、お前トレンディエンジェル。すごいやで、ほんまに5人ぐらいやってんで、ほんまにありがたいやん、こないってよ、ほんまにほんま気ぃつけてきや、はい、ほんまな、ありがとうございます、すみません、ほんまに田村さん、まあ、あの師匠、20分間ずっとこのパネルの狭いところでずっと待ってます。汗だくです。これ、あのプレゼントうわもう、うんうん、ありがとうございます、うん、あそこ暑かったで。それなんでか言ったら、そこんな小枝2時台入ってる。で俺挟まれてんね、嫁に。暑い暑い。ほんまに。気ぃつけてな。はい、聞いてもらいます。とりあえず、はい。うん、じゃあ、タムケン、バンザーイ、バンザーイ、お疲れ様でーす。ありがとうございます。じゃあみんな帰りましょうか。交通費の田村さんのところです、はい、領収書で落ちますんで生産します。あのニットお願いします。ニット出てます。バイトですね。いってらっしゃーい。ありがとうございました。ありがとうございました。またちゃん、アメリカで1ヶ月ぐらい来るって。あ、ほんまじゃ。頼むよ。とそれやるとね、足立もありがとう、奥様とリガラも、田村もはい、マジでありがとう。ほんまに泣いてます。ほんまに。いや、めちゃめちゃ泣いてるよ。あしたなんでな、なんで泣いてるの。はじめさんがなんで泣いてるって言ってくる。田村さんもただの色で分かってなかったけど泣いてます。いやいやいや。
どうした。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。待ってます。行ってらっしゃい。あ、田村さん、聞くの忘れてたんですけど、YouTube 載せていいですかこれ。載せていいですか。ありがとうございます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あれ、すいません、こんな人いてました。いや、よかったです、本当にね。いてました。いいお見送り、いいお見送りできました、本当に。いや、遅刻してきましたよね。あれ、すごいですもん。遅刻して、あの田村さんのお見送り、いてなかったですよね。何にもです、はい。何してるんですか。最後の5分だけですよ。何してたんですか。上で40分待ってます。連絡来ず。いや、2回です、集合。国内線やから。あ、そうなんです。あの、まず東京行って、東京からロスやから、はいはい、ここから直ロスじゃないんで、4回でって指定されて40分待って。何しに来たんですか。いや、おかしいなと思って。いや、こっちのセリフですよ。こんなこと前代未聞ですよ。ボスのお見送りに遅刻って一番びっくりします。僕がこの旅やったらもう終わりですよ。こんなことめちゃくちゃです。でこれやったらもうずっともうそのまま降りたかったです、上に。もう帰ったでって。いや、めちゃくちゃですよ、びっくりしました。いや、でも気をつけてくださいね。はい、間に合って。ちょっと田村さん一言伝えとってください。元気にアメリカで僕もあと追います。いや、遅刻するやろそれも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回も見てね。